ソミ民将来ご夫婦孫民将来とは、日本各地に伝わる説は、及び、それを起源とする民間信仰である。今日でも、素民将来と記したご夫は、日本各地の国つかみ系の神を祀る神社で授与されており、最悪を払い、薬病を除いて、福を招く神として信仰される。また、除災のため、住居の門口に、孫民将来子孫と書いた札を貼っている家も、少なくない。 なお、岩手県県南では、例年、この説話をもとにした盛大な咀民祭が行われる。恩明道では、天徳神と同一視された。古くは、鎌倉時代中期の浦部金方、尺に本気に引用された、ビンゴ国風土記の、駅熊国社の縁起に見えるほか、彩色原旦として大むね似た形で広く、伝わっている。すなわち、旅の途中で宿を坊た、武踏神の神。 武藤神を裕福な弟の巨端将来は断り、貧しい兄の祖民将来は粗末ながらもてなした。後に裁縫した武藤神は祖民の娘に血の輪をつけさせ、祖民の娘を除いて皆殺しにして滅ぼした。武藤神は自ら即、左右能神と正体を名乗り、以後、血の輪をつけていれば、薬病を避けることができると教えたとする。 武闘神や祖民将来がどのような神仏を起源としたものであるかは今もって、半然としていない。武闘神については、密教でいう武闘天神王によるという説と、勝負の神という意味で、武田深みという説が掲げられるが、他に朝鮮系の神とする説もあり、河村港は五頭天皇と祖民将来伝説の中で、武藤神と西女話うねめの関係と、 朝鮮土族宗教である不動とは利口主神話の関係について関連があるのではないかとの説を述べている。ソミ民将来についても何に由来した神かは不明であるものの、最悪余計の神としての信仰は平安時代にまで遡り、各地でスサ佐オとのつながりで伝承され、信仰対象となってきた。ソミ民将来の逸話をもとに岩手県内をはじめ各地には、 庶民祭が伝わっており、特に、欧州市水沢区の天台修明県産黒井寺の黒井寺庶民祭をはじめとする岩手県内の庶民祭は、選択向け民族文化財に選択されている。また、京都の八坂神社や伊勢、島地方の年中行事では、役よけ祈願として、茅やの枠ぐりや、庶民将来と記された五婦の半布、締め飾りなどの祭祀が、盛んに行われている。 京都祇園社の祇園祭は、元来は五霊を沈めるために行われたのが最初であったが、平安時代末期には液心を沈め、退散させるために花笠や出汁を出して、支柱を練り歩く、安らいの祭祀となった。出汁につけられた山鉾は、空中の液気を追い込むための樹具、花笠は追い立てられた、薬器を集めて、松の重力で封じ込めるための樹具であり、また、祭りの際の踊りは、 本来、地に這う悪霊を踏み沈める呪法であった。悪霊や、駅機は、これらによって追い立てられて、祇園監視議員に集められるが、そこには、庶民将来がおり、また、駅機の総元じめであるスサノオが鎮座して、その強い霊位によって、悪霊や、駅機の地圧、退散が祈願されたのである。生明門現存する最古の庶民将来府と、目されている者は、 長岡京右京六条城間南高寺北側から出土した、庶民将来の子孫者と書かれた札である。庶民将来の五符は、悲劇の利益があるとされ、須佐能と縁の深い自社で反布されている。五符は、紙札、木札、血の輪血巻、角柱など、様々な形状、材質のものがある。また、単に、庶民将来といえば五符そのものを指すこともある。五符には、 孫民将来子孫なり、孫民将来子孫の門といった文言や生命門が記されていることが多い。家内安全や無病息災のお守りとして、門口に吊るされたり、鴨居に飾られるなどする。八坂神社や品の国分寺洋家堂で反布されるものが特に有名である。また、金親や都市徳神同様、孫民将来も方位神として、 音苗道に取り込まれて遠徳神という名で呼ばれている。ありがとうございます。